飲んでた。刺激がないの、うんうん、何かをさせるんじゃないさせるんじゃないのするんだよのする側のそう、まゆみちゃんのエネルギーを勝手に拾って輝くだから本人の意識は多分ない、うんうん、そういう方ってあんまり多くないと思う、うん、すごくなんか、なんか一番いいじゃんそうでしょいるだけで牛耳れる人がいい国でしっかり作れる株式会社社長だね社長でさっきね会社を作ろうかあそうなの何かできるよねってみんなのサインを合わせて
なんかプロダクションの社長っぽいなって確かに、ね、雰囲気あるタレント抱えといてね、そう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 ね、プレイングマネージャーみたいな感じでね、するんだけどもうちょっと視座が高い感じがするんですよ、うん、みんなを見た上で自分もやるけどでもここでやってる感じがする、今度は自分で自分来てるんじゃないかなって思うから、名前つけるなら何、株式会社何しよう、分かんない、誰がつけてる、どんな会社が、眉眉弱くねパンチなくねパンチパンチをパンチ求め、私だけ人に言ったのでメンチ作られます、パンチもね、シャーマンなのかな、シャーマンなのかな、シャーマンなのかな、出てるシャーマン、その場にね、コアなことがしたいね、コアで集まる人が来ればいいのか、そうそうヒーリングとか算数が出て名前優しいやつ、ね、そうだよね、その場で出たのも覚えてる、ね、もっと儀式やってる、儀式やってる、儀式なのね、儀式なのね、やばい感じがする名前にしないとね、魔女的なものとか、そう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 、でもみんなのメンバーには引き出すもんですよね、渡りとかやっちゃうもんね、え、どうなんですか、渡りたり火の上を渡り、あー、あ、そうだ、前言ってたわ、赤ちゃんみたいな、産毛の毛みたいな、
ね、それぞれこう濃度も違うわね。そうか、うん、ね、すごいシステムだ。神になったことないもん、うん、ねえ、自然になってきた。ね、よかったね。自然が一番だね。その結果いつするの？確かに確かに。いつやる？ね、やりましょう。ね、やりましょう。秋間に合う？秋ぐらいね。間に合うでしょ。間に合う。間に合うって怒られるから。怒られる。ダメダメ。もっと違うね。もっと違う感じ。セレモニー間に合わせるもんね。間に合わせるセレモニー。間に合わせる。儀式でいいんじゃない？儀式でいい。逆に間に合う儀式。普通に儀式ね。ヤンキーって何？ヤンキーって何？ヤンキーでもそうしたらどこでやるじゃん。みんなそうかな。だってさっきこうやってたし。そうそう。魂。愛してるみたいなね。よろしくでしょ。魂はしないでしょ。夜の梅雨の死の苦しいな。よろしく。苦しいな。ヤンキーだから。苦しいが好き。苦しいが好き。苦しいがなかったらやっぱりその突っ張らない。刺激と苦しみがね。生きていけないわけですよ。やらなければやっぱりさ、大事でね、道のりが。でも苦あれば楽ありってことあるじゃん。そう思うよ。いやそうじゃないとは、それだけではないと。楽で楽ももちろんあるけど、あえて苦が好きで苦から楽に行くのが好きっていう人は多い。仁義礼智忠信皇帝。忠は全部好きなの。忠信、忠誠を、忠誠を図る。仁義礼智忠信、心、心。こうなんだ。忘れた。手も忘れた。あ、手なんだろう。バーマユミようこそ。そしてあなたは何者ですか。あ、そう。私はね、笑う担当ね。笑う担当でね。とてもつまらないことを言った方がいてもすごい笑う。あ、まいこさん笑ってくれば。すごい笑う。そうしたらさ、面白くないことに気づかないじゃん。大丈夫、ここツッコミ役がいるの。そうなんで今笑ってくれたと思う。なあってツッコミが。うっとうしい。うっとうしい。なんで笑われたのに。うっそうと思うじゃない。また次も来るっていう、こう荷物るしみたいなね。よくつながるような感じがするね。みきちゃんが言うんだから間違いないよ。間違いない。だから自覚してないんだよ。完全に知ってるし、それで成功してるから、えって言ってるけど、だから、違ったら多分もっとバーンみたいな。やだ、どうしたらいいの？バーンってなりたい。
もっとできるんだよ。みなちゃんと同格のまいこちゃんが来てるから。そうだよ、みんな若くて可愛いからびっくりすると思うけど、この人一番すごいから、ね、すごい宇宙人なのよ。やだやだ、待ってました。元気一番長いから、一番宇宙人だけど、宇宙の外宇宙に繋がってる人なの。すごいすごい、やばい人なの。外宇宙って何？超自分がこう感知できる範囲あるじゃない、その外に繋がってる人で、やばいんだよ、まいこちゃん。やばい、合わせなくていいよ、今から。そうだね、合わせなくていいと思う。今から少し忘れてってくれるとか、僕も楽しいから。そうそう、ね、の、そう言わないでほしい。ロンって言ったよね。私が悲しくなったの。そうそうそう、私が悲しくなったよみたいな。そうなんだよね。そうだね。あ、そう。よくほら、わがままはダメとか言うけど、わがままなわけじゃない。何があるのかな。確かにね。たがままなの。でも結局みんなわがままにやってるけど、それをいけないと思いながらやってる人が多いよね。今までそういう雰囲気でこう来てるからね。知らずのうちに。いいんだよ、植え付けられる。それしかない気もするんだけど、全部年からかけてくる。これを先にスイカを入れた方がいいの、それともワインの全員お好きでどうぞ。キムチが出るよ。セーフセーフセーフ、気合わない。キムチバリアできない。自立した人も静岡条件が、でもキムチに触れてくる。それがちょっとまたおかしいな。そうそう、それは大事よ。影響が大事ですよ。ちょっと待って、あらら、危ない。もうね、気持ち。でも闇を楽しめちゃう人には闇にはならないんだよね。でもそうかも。ね、たまらない光なんだけど。だけじゃないんだよね。闇と光は本当に同じだからね。闇は別に悪い。そうそうそう。闇と書いて楽しみって読むしね。まゆみちゃんは闇がわからないから、闇について聞きたい人がね。何？闇って何にするのね。闇担当ってどういう意味っていうこと。なんかたけちゃんが言ってたっていう。闇担当って何？なのでたけちゃんから説明を受けたのは、光を受けて闇で具現化するって言ってた。だからそこの領域は私とか、うん、そう思ったらそうっていうことでね。じゃあまずそれがしっくりきたってこと。しっくりくる、うん、しっくりくる。そう言われることがある、ね、何かあー、きれい。無印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